レイ、こんにちは。クーちゃん。実はね、外に新しいお家、今みんな喜んで荷物の片付けを、もうキアナさん。あ、あの、これは、うん、自分で作ったの。超空誌を出て外の世界を見てみたいって毎日お願いしてたら、だからメイのおね、じゃあ待って、この年はまだ一緒に歩きましょう。着いたわ。どうしたの？キアナさんを見つけたのに。その、心配しないで。うん、
わかった。メイのカレーはみんなを笑顔にするから。ありがとう。や、食う。そこで何を。早くみんなのところに。あ、はい。あの子は本当どうしてもお前にお別れを。子供たちをどこへ。そう疑うような表情はよせ。ずっとあの子たちを連れ出したかった。今まであの子たちは、そお前があの子たちの考えを、あの律者が子供たちの心にの、この真相を。本題に戻ろう。そのしず、嘘ではなかっただろ。確か、どうやって彼女を助ける。黙ってください。ああ、すまない。ただお前、ライデン・メイ、あの娘を助けたいんだろ。だが、何ですって。私の提案に用事があるから先に。待ってください。今の話を聞か。これは私たちだ。ヨルムンガンドの孫主が、こ、く、はい。でも、ああ、用事があって。お前はいい子だ。おお、元気を出せ。新しい家は広